全国都道府県大抗女子駅伝、2024年1月14日竹菱スタジアム京都発着の9区間42、195キロ。深山のドルーリーシュエリー、津山港一年、が、2区、4キロ、に登場し、27位でたすきを受けて加速した。序盤から会長に飛ばしたものの、後半はやや息切れ。 それでも、実業団や大学生も走るこの区間で8人抜きを見せた。津山鶴山中3年だった前回大会は3区、3キロ、で9分2秒の区間新記録をマーク。17人抜きの大激走で一気にスターダムに駆け上がった。今大会では同じ2区で、ずっと目標にした北選手。 という21年東京五輪1500メートル8位入賞の田中望美、兵庫、ニューバランス、と初対決。今からすごく楽しみ、と気合を入れていた16歳が、果敢に勝負を挑んだ。田中は12分11秒、ドルーリーは12分47秒だった。